はい、6月2日の朝6時27分、ドル円の相場解説になります。まずデイリーを見ていくんですけども、もうお分かりですよね。これね、ちょっと面白くない展開になってきました。もう完全に収束して横ばいになっちゃいましたね。これではですね、利益の取れそうなエントリーっていうのはできないわけですよ。だからブレイクを待つしかありませんね。まあ4時間の方を見てみると、これも、このレンジを引きましたけども、このレンジの中にね、もう小さく収まっちゃいました。もっと言うとこの辺かな。収まっちゃいましたね。で、まさにこちらの方保ち合いになってますよね。まあ、ですんで動きとしては横に向かっていると。ブレイクを待つしかありません。ブレイクってのはここを抜けるかここを抜けるかなんですけども、以前お話ししました、ここを抜けましたけどもすぐ戻っちゃいましたよね。これではなかなかね利益取れていけないんですよね。まあ、ですんで、昨日の夕方お知らせしましたけども、それでも利益を取りたいって方は、このゾーンに当たったら、反転狙いでエントリーして、バイを入って、こっちを取ると。で、こっから反転狙いでセルを取ると。リスクありますよ。ね。この辺で反転してきちゃったら、あまり含み益取れないわけですから。で、もう一回ここでエントリーして、向かっていくということですね。で、ここで反転エントリーしても、ここでロスカット食らうわけですからね。こういうふうなこともありますから。これがレンジオプションのリスクなんですよ。だからね、合わないですね。レンジのこの内側で勝負するのは合わない。この内側でですよ。私はそう思いますね。レンジの幅がね、小さいんですよね。で、1時間を見てみますと、あれ1時間もう一回やったかな。失礼しました。この保ち合いがこっちに出てますよね。まあ、ですんで、これから横ばいに入っていくというのはしょうがないかなと。ただね、保ち合いの上と下のヒゲが大きいってことは、どっちかが整理されたらね、買いが整理されるか売りが整理されるかすると、ブレイクの方向に進むということです。その時はね、ものすごい勢いでブレイク進みますからね。もうそれこそこれが起きますよ。これがここで起きたブレイクが、で止まるまでいけるということでございます。昨日の18時レンジオプションっていうのをね、説明しましたけども、こうぶち当たる中で、このゾーンに当たったら反転するっていうのをね、見越していくわけですけども、これはねちょっと難しい技になります。まあ資金量も十分あって度胸もないとできないんで、まあそういうのがあるよってことだけ頭に入れといてください。で、今日の展望なんですけども、だからね、先週と同じですよ。ちょっとね、なかなかやることがないというね状態になってきます。まあこういう時はだから暗記項目をしっかりやっていきましょう。この前ね、陽線のことをやりましたけど、今度陰線をやりますんで、今日ちょっと時間ができたら陰線の方をね先行してやっていこうかと思います。基礎講座のパート5というやつですね。ご期待ください。